こんにちは、北海道。今日は金曜日11日です。1月今日晴れてますけど、すっごい昨日雪降りましたね。もうどっさり、あの屋根の上とかも。さあどうしようか、雪下ろしなきゃなって感じで、ニワトリちゃんたち、もう餌なくなっちゃった。あれ、新顔のちょっとちゃこちゃんが死んじゃったので、その代わりじゃないけど、旭川にアニマールってところで飼い主さんが死んじゃった、飼い主さんが死んじゃってアニマールに来ていた、これ何犬なんだろうな、柴犬っぽい子をもらってきたんですよね。で、この子がクリスマスぐらいにもらってきて、で、今、ソラタンって名前でうちにいます。で、ヤギちゃん。私がちょっと実家に行っている間に、玄関に不法侵入して、もう玄関がうんちとおしっこまみれになっちゃったんで、ちょっと出かけるときは家の中に入れるようにしてます。これ、ヤギの家ね。ヤギ小屋。で、鳥ちゃんが餌を食べてからでないとヤギを離すことができず、ヤギが全部食べちゃうから。で、こっちが、チャッピー。こっちが、おい、ペーター。はい、顔。はい、出たね。で、これがソラタン。で、新しいメンバーです。可愛いんですよ、とってもけど、すごい人に、あはー、追いかけられてる人がちょっと怖いんで、ペーターまたニワトリの餌食べに来てる。で、こんな感じで、子供たちさっき除雪してます。はい、こんな感じです。いやけど今日晴れててよかった。これ綺麗でしょ。もうそこら中キラキラ光ってます。こんな感じで1月11日は、こんな感じでーす。これ前までチャコがいた小屋。すごい、雪が乗っかっちゃってる。今日見て。ブルドーザー、なんか雪跳ねるのちょっと。ズリャ。はい、こんな感じで。ちょっとショートな動画ですけど。まあ、今年もよろしくお願いします。あ、じゃあ映んなかったね。はい。